バーク・ハインリッヒ・ベベデン・ホップは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手、ウト右ミギ現在は、フリーエージェント。ボーリング・グリーン州立大学出身。2005年の MLB ドラフト19巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。2007年12月4日、ミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスとのトレードで、交換要員の一人として、 キャメロン・メイ・ビンラ5選手と共にフロリダ・マーリンズへ移籍した。2008年4月9日のワシントン・ナショナルズ戦で3番手として登板しメジャーデビューを果たした。2011年12月12日にジェイク・ジェフリーズとのトレードでタンパベイ・レーズへ移籍した。2012年12月1日にラウル・モン・デ・シー・ジュニアとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。 2013年11月23日にルイス・オルテガとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。2014年1月15日にレッドソックスと1年契約を結んだ。5月16日から6月20日にかけ、自己最高の18イニング連続無失点を記録。また4月21日から続いていた連続イニング、無自責点の記録は32.1回まで伸ばした。 これは、レッドソックスのリリーフ投手としては、上原浩治の33回に、3、リックラダッツの33回に次ぐ3番目の記録である。この年は、自己最多の70試合に、リリーフ登板。メジャーデビュー以来初めて、勝ち星なしに終わったが、防御率を大幅に改善し、自身初の2.00台でシーズンを終えた。70回に、3を投げて、打たれた。 本類だはわずか一本のみだった。オフに FA となった。2015年2月7日にオプション付きの1年100万ドルで新シシナキレッツと契約を結んだ。この年は68試合にリリーフ登板した。オフの11月2日に FA となった。2016年2月19日にナショナルズとマイナー契約を結んだが、4月1日に自由契約となった。その後、 4月8日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結ぶも参加の a a a 級ラウンドロックエクスプレスで3試合に登板して防御率9.64と結果を残せず17日に自由契約となった。ありがとうございます。